皆さんこんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、ついに業界が動いた不動産クラウドファンディングデータベースの公開みたいなテーマでですね、お話しさせていただきたいと思います。先日ですね、一般社団法人不動産クラウドファンディング協会の方で不動産クラウドファンディングデータベースというものが発表されました。これは結構画期的なことだと思っています。もともと不動産業界っていうのはですね、自分の手の内を晒すというか、できるだけですね、そういったところっていうのは、自分たちのうちに留めておいて、でそれで投資家様にサービスで信頼いただくみたいな形の業界だと思うんですけれども、今回はですね、幅広く不動産クラファンの結果までをですね、横一線で比較できるようなデータベースを作って公開して、それを運用していこうっていう企画なので、非常に画期的なことじゃないかなというふうに思っております。国土交通省の方からもですね、非常に素晴らしいという評価いただいておりますので、その内容についてですね、説明していきたいと思います。一般社団法人不動産クラウドファンディング協会は2023年の8月30日に設立登記をして、9月28日に大々的にですね、設立のイベントを開催させていただいた社団法人です。このですね、設立の背景なんですけれども、もともと私自身がですね、不動産投資業界からキャリアをスタートしているので、そういった業界のですね、問題構造みたいなものってすごい問題意識持ってたんですね。で、不動産小口化商品って結構いろんな事件だとかトラブルみたいなのがありましたというところで、行政処分を受けるような団体とかもあったじゃないですかという中で、今不動産クラウドファンディングが盛り上がってますと。で、盛り上がってる背景の中でですね、ちょっと追い出すような企業が出てきちゃうと、せっかく盛り上がってるのに、このマーケットがまた主流してしまうんじゃないかっていう危機感を持ってたんですね。なので、クレアル横田代表とですね、お話をさせていただいて、一般社団法人化にこぎつけたというのが元々の背景になってます。で、ちょっと振り返っていきたいんですけども、元々不動産小口化商品ってどういう状況だったのかって話ですよね。不動産の小口化商品って1931年の定動権の小口化から始まってるんですよ。その後住宅の信託だとかが始まって、1987年頃にですね、不動産小口化商品っていうのが広く流布するようになってったんですね。で、ただ当時のスキームはあまり投資家保護のスキームになってなかったということで、ようやく1995年にですね、不動産特定共同事業法というのが立ち上がっていたと。で、一方でですね、ファンドですね、SPC 法、スペシャルパーパスカンパニーの法案が立ち上がったのが、片山さつきの法案ですよね。あれが1998年でした。もともとファンドとかって、不良債権化してしまった不動産っていう特定資産みたいなものをどうやってリスクを下げるかっていうところから始まっていったので、その流れを受けてですね、いろんなファンドができるようになっていった土台のインフラの法案とかっていうのが整ったと。で、皆さんご承知の通り、2001年以降ですね、J リートっていうものが立ち上がって、J リート市場がどん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 盛り上がっていったと。一方で、投資家側の観点ですね、2000年以降、フィンテックの流れの中で、例えば投資信託だとか、社債だとか、あとは未上場株が、オンラインで取引できるような状況が出てきていて、で、その中でですね、2017年に不動産特定共同事業法も電子業務が認められるようになったと。で、折しも当時ですね、2000年問題なんていうものが市場で話題になったので、投資家にとってもですね、小口化された不動産だったら安心じゃないかということで非常に盛り上がりを見せると。まずハードルが下がって、消費者側の認知も高まって、危機感も高まったっていう状況の中で、不動産クラウドファンディング業界というのは今盛り上がってきたわけですね。で、私どもの調査、不動産テック協会の調査なんですけれども、2016年ぐらいからですね、不動産テックカオスマップの方には、クラウドファンディングは掲載させていただいてたんですが、当時ですね、5社だったものが、その次の年は6社、11社、16社、19社、で23社、で2022年には34社っていう形でですね、順調に伸びていったんですけど、なんと2023年はですね、69社ということでですね、いきなりプレイヤー増えたんですね。で、この69社っていうのも、全部の延べじゃなくてですね、その時点でちゃんと不動産クラウドファンディングの商品を運用しているっていうプレイヤーの数だけで69社ですから、非常に急増していると。で、こうなってくるとですね、非常に私自身としては結構危機感があったというかですね、ちゃんと本当にガイドラインみたいなものを作んなきゃいけないんじゃないかだとか、標準化しなきゃいけないんじゃないかだとかっていう問題意識持ってたんですね。ちょうど不動産テック協会の方で2021年に全国賃貸住宅新聞様とピッチイベントっていうのをやったんですよ。不動産テックピッチイベントっていうのをやって、そこでですね、ピッチコンテストで優勝したのがハッチワークさん、準優勝だったのがクレアさんだったんですね。で、その2名の、増田社長と横田社長にはですね、不動産テック協会にもご加入いただいて、理事に就任いただいたんですね。で、その流れの中で知見を得たので、横田さんとお話してですね、不動産クラウドファンディング協会立ち上げませんかって話したのが2022年の3月が始めだったんですね。そこから準備を重ねてですね、1年半後の2023年の9月にですね、ようやく設立イベントを開催することができたということで、本当に1年半の取り組みだったんですね。その間ずっと横田社長の方は国土交通省と調整したり、東勢さんとか AD ワークさんだとか上場している不動産クラウドファンディング事業者様との意見交換だとかですね、調整業務ですね、ずっとやっていただきまして、ようやく設立にこぎつけたというところです。で、本日はですね、ようやく日の目を見た不動産クラウドファンディングデータベースというものがどういうものなのかということを直接クレアルの横田社長にご説明いただくという動画にしてますので、ぜひですね、最後まで見ていただいて、今後の不動産クラウドファンディングデータベースの展開にですね、ご期待いただければと思います。
まあ、前振りはくれぐれにして、それでは本編に移っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。本件です。この RCDB の目的ですね、不動産クラウドファンディングデータベースの構築の目的です。本来もともと協会の目的がですね、この業界発展拡大の企業のために信頼性、透明性、認知度を向上するということで、そのためのこのまさに透明性の部分を担うですね、そんな取り組みがクラウドファンディングデータベースの構築となります。これは具体的に何かと申しますと、多くある、まあ、約70もあるサービスをですね、こう中立的な立場でさらにより深い情報開示を行うような、そんなデータベースとなります。従いましてですね、協会メンバーのみならず広くですね、一般個人の皆様にも公開するシステム、まあ、そんなデータベースとなっております。で、深い情報ってですね、各社サービスで取りまとめていない、さらにですね、我々こう協会がヒアリングして突っ込んだような情報、そんなものを取りまとめてですね、データベースとしてしている、これはポイントとなっております。で、まずですね、今回このクラウドファンディングデータベース、この情報をご提供いただいている会社さんですが、ご覧の通りですね、この各社当協会ですね、入っていただいている会社さん、このサービスで、ね、運営している会社さんからのデータご提供となります。で、ご覧の通りですね、ファンド組成時の項目と、あとファンド運用終了時、た通りのですね、2段階の情報開示となってまして、このファンド組成時のですね、情報についてもですね、当初なかなか各社さんのサービスサイトではわからないような情報も取りまとめております。例えばですね、こういった細かいこの環境を認証の取得有無とかですね、あとは物件を取得したところどこなのかと、あとはリファイナンスか案件かどうか、まあ、そんなところのですね、情報のプラグ、まあ、情報の開示なんかもですね、取り行っております。で、あとはですね、調達金額、クラウドファンディングですね、参加人数とかですね、そういったところの細かい情報なんかも取りまとめています。あとですね、この利回りについては、こうトータル、通常の各社さんのサービスの開示ですと、まあ、トータルの予定利回り何パーセントという、その1本の表示になっておりますが、当データベースではインカムゲインとこのキャピタルゲインですね、これ分けて表示していると、まあ、これによってですね、まあ、確実性の高いインカムゲインの割合と、まあ、ちょっと市況によってですね、ブレるキャピタルゲインの割合、こんなものをですね、分けて表示できるようなデータベース。個人の投資家さんもこれを見てですね、判断できるようなデータベースとなっています。で、あとこのファンドの運営と終了時の情報、まあ、通常ではですね、各社さんのサービスサイトでは確認できない情報なんですね。ここもですね、定期的に毎月1回ヒアリングを行って、常にアップデートした情報をお届けするというのが、このデータベースのまさに意義でございます。なんでですね、もともと想定していた期間に終わらなくてですね、まあ、やむなく契約、期間延長してしまった場合、そのところのフラグの有無ですとか、あとは物件ですね、売却した時の譲渡先、どんなところに譲渡したのか、あとはですね、想定利回りではなく実際にファンド終わった時の運用利回り、これどれぐらいで終わったのか、まあ、そのところの情報なんかも取りまとめております。まあ、これに限らずですね、この他ここでは紹介していませんが、データベースにおいてはさらに深い情報開示なんかも行っているので、ぜひですね、皆さんご確認いただければというふうに思っています。で、今後ですね、このクラウドファンディングデータベース、この RCDB と書いてますけども、リアルエステートクラウドファンディングデータベースということで、まあ、今後この RCDB というのを、まあ、短縮形として使っていきたいと思うんですけども、まあ、この運用想定ですね、で、申し上げた通り月次で更新を行ってですね、おおむね毎月15日から20日の公開を目処として運用していきたいというふうに思います。で、今後ですね、アップデートですけども、まあ、検索、やっぱデータベースなので一覧性と検索性大事だと思ってますので、まあ、検索ですね、検索項目なんかも機能開発してですね、アドオンしていきたいと思います。あとはですね、先ほど発表したようなですね、月次での、まあ、または四半期でのサマリーの開示、これも文字情報だけではなくて、分かりやすくビジュアル化してですね、グラフとかチャート、そんなものを併用して分かりやすい形で皆様にお届けしようというふうに思っています。あとは新しいサービスですとか、先ほどの統制さんのような新しい形式のファンド、ここに対してのですね、ご紹介とかもやっていきたいと思います。ちょっと先ほどちょっと説明しちゃいましたけど、機能の拡張ということで、今各社さんのデータベース、各社さんのファンドのですね、ご紹介となってますけども、この事業者さんごとにですね、ご紹介するようなそんなページ、まあ、サービスごとにですね、各サービス各事業者さんの詳細な公開データを公開するようなページ、そんなのも作っていきたいと思います。
あとはですね、このデータをですね、一括 CSV 形式としてダウンロードできるような、まあ、一覧性のところですね。そんな機能開発もやっていきたいと思います。で、先ほど申し上げた検索項目の追加ですね。ここもですね、順次開発なんかもやっていきたいと思います。で、検索キーの項目として今想定してますのは、まあ、実績の利回りについての件で検索する。あとはですね、もう元本毀損をしてしまったかどうか、まあ、結果としてですね、不動産のファンドが終わった時点での結果についてですね、検索できる、そんな項目も作りたいなと。なので元本毀損の有無でしたり、契約延長の有無でしたり、まあ、そのところをやりたい。あとはリファイナンス案件であるかどうか、まあ、そのところの検索項目も入れたいというふうに思っています。で、今後はですね、会員様経由で、このクラウドファンディング協会の会員様の顧客ですね、顧客様に対してのアンケート、まあ、これを通じてですね、協会として、まあ、同じですね、あのトピックを設定して、各社会員様経由で、投資家様のアンケート実施して、まあ、分析して開示することで、まあ、クラウドファンディングのユーザーさんのデータを大きくですね、あのトレンドを把握できることができますので、まあ、そんなですね、仕掛けを行って実施して、分析の上開示していきたいというふうに考えています。あ、すいません。よくさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、ここはもう本当に裏話的な話なんで、はい、ざっくばらんな思いとか聞かせていただきたいんですけど、うん、私が一番初めに横さんにクラマン協会立ち上げたいっていう話とかのご相談したのって、うんうん、確か2022年の3月ぐらいですね。そうですね、はい。で、まあ、まあ、何がしたかったかというと、透明性高めたいっていうよりは、もっとクラファン業界を広げるためには、データとしてちゃんと J リートみたいに、比較とか判断できるような材料がいるんじゃないかみたいな話で、一度ディスカッションさせていただきたいっていう話がきっかけだったと思うんですけど、そういう思いはやっぱりその横田さんの方もあったんでしょうか？そうなんですよ。まさしく私もずっとそういうものをですね、協会を立ち上げたいなと思った時に、まさしく、マギリさんのお話をいただいて、まさにここだと思ったんですけども、で当時ですね、もう今ほどサービス、まさにこう約70社とはなかったんですが、それでもそこそこですね、サービスありました。まあ、なかなかこのいろんな会社さんあって、いろんな面白いサービスあったんですけども、でここをですね、まあ、いろんなこう、まあ、投資家さんにとっても割とこう戸惑いの声なんかも聞いてましたので、まあ、一つガイドラインというか指針となるようなですね、さらにそれをやってるこう事業者さんも、まあ、中立的な立場じゃないといけないと思うんですよね。まあ、なので協会を立ち上げて、そんな、ね、投資家さんの指針となるようなのを立ち上げたいと思って、常々思っておりました。ありがとうございます。こんなこと言うとあれなんですけど、はい、クリアルさんって結構お行儀がいいファンドじゃないですか。はい、はい、そうですね、はい、でちょっと私はクラウドファンディング事業やってないので外から見た意見なんですけど、はいはい、お行儀が悪い企業様も結構あるじゃないですか。はい、はい、この動画を見てる方々はちょっとよくわかんないと思うんですけど、うん、お行儀が悪い事例で横さんが思われる事例ってどうなのかと思いますお行儀悪いっていう表現じゃ難しいですけども、多分なんでしょうね、こうバズるというか、やっぱりこの個人さんの、まあ、相手のビジネスなんで、やっぱりバズらせる、やっぱりこう興味を引くような広告でしたり、まあ、案件とまあ大事になってくるんですよね。やっぱり難しいのは、こう投資商品なんでですね、このまあバズらせる、まあ、過激なこう宣伝だったり利回りというのが、時にして本当にこの金融商品として、まあ、安全性はどうなのかっていうのは常々このまあ反対利益としてやっぱり疑問になってくるんですよね。まあ、特にやっぱ新しい事業者さんとかですね、やっぱりこう投資家さん集めたいんで、ついついそっち走りがちなんですけども、その私としてもね、投資家さん集め苦労したところあるんで、それわかるんですが、うん、まあ、一定程度ですね、そういったところの、まあ、協会としても、まあ、宣伝の仕方っていうのは、まあ、話し合っていきたいなというのは考えます。うん、これは本当に個人的な意見をお聞きしたいんですけど、例えば株式のマーケットって1980年代とかって1日の取引量4000億円ぐらいだったのが、まあ、今だと2兆円とか3兆円じゃないですか。で今不動産クラウドファンディング業界で1000億円ぐらいの市場規模ですよね。でもそれをじゃあ、まあ、同じような形で、まあ、分かりやすくと業界として発展していくために一番重要なのって、まあ、私の考えで言うとネット証券だったと思うんですよ、うんうんうん、株式のマーケットで言うと、はい、要するにそこで情報公開競争が起こったので、はい、情報の判断の主体が消費者になりましたと、うんうん、でそうなってくると情報 の, コントロールをする業界ではなくて、情報のいかにその透明性っていうか中立性を保つような、うん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 、プレイヤーが出てきたことによって株式のマーケットが広がったと思ってまして、うん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 、まあ、クラファン業界が拡大していったりマーケットが広がっていくためには
そういったその中立性だとか情報の透明性みたいなものが非常に重要じゃないかなって私自身は個人的に思ってるんですけど、はい、横田社長の、あの思いはいかがですか。そうですね、やっぱりそこの情報の中立性ですが透明性は非常に大事だなと思います。で特にこの不動産っていうのはですね、まあ、マーケットでポンポン買えるものじゃなくてやっぱりこのもう一個一個特殊性が高いんですよね、まあ、なんでそれによってコップそのゼルが持つ、まあ、特殊性があるんで、そこのこう情報の公開、まあ、透明性が非常に大事だなと思ってまして、まあ、そこはやっぱ規制するようなですね、統一ルールっていうのを不動産クラウドファンディング協会で立ち上げたいな、作っていきたいなというふうに思ってます。ちょっと今のお話で、規制っていうとちょっと結構厳しそうなんですけど、うん、なんか、うん、例えばガイドラインだとか、はい、業界のルールだとかみたいな話のイメージでいいんでしょうか。はいうんそうですね。まさしくそうですね。規制というところに言葉が強いですけども、まあ、その反対ですね。こう、統一の、こう、約款ですとか、まあ、我々のこの業界のルールですとか、うんうんうん それと逆に事業者さんのも、これに準拠すれば、まあ、お墨付きなんでしょうってことで、やりやすくなると思うんですよね。うん、で、一から弁護士さんに相談して作り上げるよりは、まあ、協会準拠のを作った方が、まあ、手取り早いし、クイックに事業をローンチできますので、うん、そういったメリットなんかもあるんじゃないかなというふうに考えています。ここはぶっちゃけ話なんですけど、はいはい、協会の代表理事としての立場もありますし、はい、クレラさんっていうその事業者としてのプレイヤーもあると思うの、はい、立ち位置もあると思うんですけど、はい、競争相手が増えたらクレラさん儲かんなくなるじゃないですか。あ、はいはいはい、でもマーケットは広がった方がいいじゃないですか。そのバランスってどう考えてるのかなっていうのをお聞きしたいんですけど、はいはいはい、それよくそうそう投資家さんって機関投資家さんからもですね、お越しも受けるんですけども、まあ、今ですね、このマーケットっていうのはまだまだ小さい、まあ、1000億といえ小さいんでですね、この業界が広がることによってですね、メリットの方が全然大きいんですよね。うん、なので本当にぜひさ大手さんにも参入いただいて、この不動産をですね、オンラインで投資できるというところですね、認知をですね、もう一人でも多くの個人の投資家さんに知ってもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。今回クラウドファンディングデータベース作ったじゃないですか。はい、はい、なのでそのクラファン業界のデータベースができたことによって業界がどういうふうに良くなるのかなっていうのは横田さん自身は いかにお考えですか。あ、はい、やはり各社さんこの加入いただいている業界 の, そのメンバーさんもですねやっぱりこの取りまとめて、まあ、それなりのやっぱ時間を使っていただいてますし、サービスサイトでない情報も取り出してですねこの業界のために開示いただいてます。なのでそういった苦労にですね、逆に報いるような、そんな協会であることも必要だと思うんですよね。うん、徐々にですね、この まさにこの会員になっていただいたサービスサイト、これはまあ差別化するというか、これはもうクラウドファンディング協会の所属企業だというのは、ワッペンとかですね、受けて、で、投資家さんが見ると、あ、この協会に属してるんで、まあ安心だろうと。わかるような、そこまでブランディングとなるようなですね、立ち位置まで成長していきたいなというふうに考えています。今回 のクラウドファンディングデータベースに関するフィードバックみたいなものが国土交通省からあったって伺ってますけど、はい、どんな感じでした。はい、そうですね、口頭でお電話でいただきまして、やっぱりこの非常に丁寧にですね、一般の個人投資家さんでは知れないようなところをですね、協会取りまとめてこう開示しているというところで非常にご評価いただいてまして、まあ、この調子でまあ会員のまず基盤を増やしてですね、より分かりやすいような使い勝手のいいデータベースを構築していただきたいというようなアドバイスをいただきました。もう直接国土交通省からお電話があったってことですね。そうですね、はい、はい、まあ、非常にありがたいお話で、ありがたいです、ありがとうございます、はい、さて本日の動画は以上になっております。本日の動画はいかがでしたでしょうか。不動産クラウドファンディングデータベースの運用によってどんどん透明性が高まっていけばマーケットも拡大していくんじゃないかなってことが期待できたんじゃないかなというふうに思っております。不動産テック協会、そして不動産クラウドファンディング協会ではですね、こうした市場の信頼性を高めるような取り組みを今後も継続的に実施していきたいと思っております。また本チャンネルではですね、こうした最新の協会の取り組みなども動画にしてまとめて配信していきたいと思いますので、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。